さあフェンリッチジーンがなんかここに出てくるの久しぶりですね。いつもあのアズワイルドのテイガーなので、あの僕たちを蹂躙してたんで、はい、前々から気になっていました。何でしょうか。さあ大将フェンリッチ西大工ガード、あー引っかかった、わーやー引っかかった、テンテン氷ターフェナライト、これは逃げてきて、さあユーキャンガードも硬いので今度は引っかからない。中段はバックステー、6時代くんうまい、だがあーめくりで当たらず、そしてお釣りをもらってしまう。せっかくめ中段から確認越し、受けてみろ受けてみろ、ゲーダーマスオハクまだあるか、ゲランが通ってクッツァイとパチャパチャ、クッツァイとこれはバスト、レイの連携に行かれる前だー、だがーあ、そしてこの殺し方である、引っかかってますね。開幕はユーキャン、タベライト2置き、だがユーキャンもうそれを分かってたか、ゲラガードクンツァイドガード、いいですね、相手の痛いところにしっかり前に置いてます。中段中段、ここは打つガードして、素晴らしいクッツァイト、タンザライト、クッツァイトガード、うわーっと安いだが、だからまあ安い、うわーこれは無理、あーフェンリッチが勝ちたいんやと、ああるぞ、まだある、これは、さあ一生いい絵を読んできましたね。アメジスト置いてロクシーが当たった、クッツァル自動くクッツァルのガード、アメジスト、あー布切れ、僕は使命を果たす、あターフェアイトなんですか、へえ、ターフェアイト、ターフェライトやと思ってた、アイト勇気と希望の名のもとに赤ずきんちゃちゃ、え、ターフェアイト、タンザナイト、タンザナイト、ボルガナイト、クッツァイト、ウバロバイト、牛さん牛さん、え、テリオドール、ヘリオドール、ヘリオドル、さあクッツァイとダマイ久しぶりに登場、さあナインも使ってましたが、ほら繋がる、繋がってないわ、響き、今日は響きで行く、原始人、さあいいペースだぞ、さあだが布切れ、やはり布切れ、勝利打ってこれは、おっと繋がらないルートです、さあ着地レーラー、はい、サンデルで負け、殺しきるのか、少しはやるよ、レベル2アクション、
はい、ではイワシチームは連戦で、ノーリン君、マオハラ君、ガトーさんチームお待たせしてます。 C 筐体へ行ってください。ノーリン君、マオハラ君、ガトーチームお願いします。さあ今のはおそらく昇竜拳か。まだあるぞ。おお、さあ一回通して、ここはダメージをちょっと追加して、さあこれは落ち着いてほぼ完走。そしてこの演出中にリビキのオーバードライブゲージはほぼ半分まで回復。さあ11、やはりミサゴがね、補正も緩いし単発もあるから勝利を打っていく。連覇して大丈夫。あっと後天が貼られて、うわっ馬だマジで。さあまだあるぞ目。お勝利打ってゲラッカ撃った。なぜだイエージメ昇竜拳ですか最後。これで何か漏れたか。あーにえ、あいいえいいえ、あーあーだがまあ割とこの男期待してください。結構勝ちます。最後に構える UFO。あ、ちなみに各ブロック2抜けまでです。さあ、言うの忘れてました。2抜けまであります。いやちょっと待って待って待って、いやそうペラヘさんかと思いましたね。ペラヘさん、シュガーさん。いや多分ちゃうと思うけど。さあまだある。さあ素晴らしいワッソン。さあ、ユーモクも非常にガードが硬い男だが、これ補正は切れてないし、コンボが減りすぎだろ。あるぞ、読んでいる。あ、うぅ、なんやねん、なんやねん、なんやねん、いや、今の訴訟ですよ。え、ラピキャンできんの、あっこで。いいんすか今のは。さあ両方ついた、飛んでいる。バグせ、なるほど、危ない。カウンターなので拾える。さあ飛び道具カウンターしたら3500いりました。よかったが、さあ俺は引く。まあ、ユーボーも割とね、もうフェンリッチでやりたいこと、カウンターしている。これはまあまあまあ、吐きましたが、構いません。両方ついて、お、あー、やめるんだ、まだあるのか、うわー、あ、こいつ、こいつ。さあ、フェンリッチがちょっと余裕かわして負けそうです。いいぞ。お、ガロー。あーっと、あー、よかったのに。なんだよ。
あいつ絶対お祈りしてますよ。なんだよもう。惜しかったですね。強者と戦いたければ地獄の鬼とでも戯れるんだな。じゃあ、有望チーム連戦です。で、ツナカンさん、マラサイ君、エジさん、お待たせしてます。はい、影響体でじゃんけんしてもらって、漆黒魔のとこ終わったの。はい、しかち負けとセット数を。なるほど。イザナミじゃねえだろ、バレットだろーってこひどいなもう。このアズラエル何しに来たんて。さあ出てくるわ、デンテフェンリチ。神を超えることなど夢でしかない。確かに確かに。さあ先にバーストを吐かした、吐かしたというよりは吐いてしまったという感じか。さあカクテル差し、ダニシからの、これはバリガが漏れたら CT ですかね。西、さあジャンディ取っている、スカシキダンからの前転というか後転か、後転勝っている。さあ雲行き良くなってきた。しかしここでコンボミス、柳三振確定している。マラサイ白面、これはまさかすると、まさかするのでは、もしかするとか。さあここしのぎ切れたらご褒美が、さあ追加当たっちゃって、これは死ぬぞ。あ、死なんか。さあ懐かしいな。素晴らしいと素晴らしいってちょっと二間さんがつぶやいてんのおもろいんやけど。さあ投げ続けている。さあ中段取って、中段カードしている。ビーダーからの投げ、ザンディ決めて、さあやはりギルティやってるとちょっと動きがおかしくなっていくのか。サブキャラで遊んでいたツケが来たか。ジャシー落として、この状況西レグジャンビーくずくらい。しかしここは投げ抜けている、素晴らしい。さあレヒオダンが変わる、ホタル指導どうだどうだ、サイド倒しきっていく。マラサイハグメン、ここはフェンリッチに土をつけていくか。さあ立ちどうだ、西太君が奇襲エンマに負けて弾があるのでダメージが出る。女子使って、ジャンビー裏手の形になった。ザリシー、さあ 2D に対して投げを選択。さあジャンシーカウンター、まだあと1回といったところか。しかしここ1回、この凍結のしのぎったか。バーストやられている、大人をなめた殺しきり、勝ったなフェンリッチ。さあ残るは勢いのあるエジテイガですね。あら Q さんどうしたんですか。あ、なるほど、宝物さあ残るは対象対象ですね。エジテイガーが残っています。しかしこのテイガー、まあ、読み読みでござるというか、あれはやらないとやばかったので。さあエジ、え、負けた。あ、はい、はい、これ何人目対何人目、日付君。
大将大将大将に手が置いてきた。素晴らしい判断ですね。まあフェンリッチが大人を舐めた殺し方してるみたいなのはちょっと聞こえてきましたけど、さあだがこの手がなかなかやりますよ。だが読んでいる。まあテイガーはね、彼克服できてるはずですから。昔はよくテイガーにやられていました。さあどんな殺し方かな。あ、何お前首かしげてんねん。死ぬと思えへんかったんですみたいな。絶対なんかコパン6へとかで殺そうとしてたやろ。はい、こんにちは、アンソンさん。さあ避けられまい。うん、立ってますね。ちゃんと立ってました。めくりからバグして、あー回してみたが、さあ彼が多分一番トレーニングモードでデクにしてるのはテイガーです。バースト入ってしまった。あっとあるぞ。さあ浮かして浮かして踏んで踏んで、うおほー、空中ドラエアドライバー、いやー飛んでいるまだある、いやー、おー、なるほど。ちゃんと確認してオーディオしようとしてますね。めくりはガード C、 おー来い。さあさあフェンリッチもな、あードン、ああアクティブフォードン。さあ席を立つフェンリッチ、ボタンを4つ押した瞬間にもう席を立っていた。舐めているいやコンボはすご素晴らしかった。コンボは素晴らしかったけどね、最近はあの彼ハマってるんすよ。あ、さあリアルでも暴れるのうまそうとか書かれてるさあしかし暴れつぶしにはフェニッチも定評がある。さあ画面端、さあここからどうしのぐのか。さあなんとか画面端脱出したと思いきや、あ、怪しいフレームからの攻防、うわさあルミナス重力を使って画面を制圧している。あ、いいワープですね。飛び道具に多分確定かな。さあこうなってくると相手がフェンリッチでも関係がない。さあ飛び道具でピュンピュンピュン3000。さあここからどうしのぐ、確定は取れていない。これが確定ですね。うわ危ないか、ボタンが冴える。はいはいはいとチームメイトも喜んでいます。いい。さあフェンシンバーストするポイントがないんですが、まあ、まだ死なないのかな。さあここから何か当たればかなり厳しい。フェンリッチシンでした。今のは褒めるところですね完全に。まあしかし内容的にはねかなりガトーさんも押しておりましたので、まだまだ希望が持てる。さあやはりファーストタッチはニュー側、フェンリッチもカクカクと飛んでいるが、しかしなぜかあっという間に画面端。さあ中央での攻防、ニュー側かなり逃げたいんですが、さあボタンが刺さって、あ、本職が戻ってきましたね。頑張れ実況。あ、あんた本職だろ。いや、実況できてるできてる。はい、続けて。あー、OD したんですが当たってしまって、さあ、ゲージもない、OD もない。え、まさかここから OD したということは殺しきれるという判断を、まさか死んだ。6666、46だった。なんだこのキャラクターは。うわいいよ、ゴシー白 100% OD。
誤審指導で 100% オディ使ってるとはいえ出てしまうもんなんですね。6646。すごい。いやしかもぴったり死んでるってことなんで判断がすごいんですよね。多分あの無意識でさ、あの補正とかのは多分入ってんだと思うんだ。まあですね、大体これぐらい減るっていう、体力バーの見守りで見てるんでしょうね、数字じゃなくて。いやでもかつてこの男あのフェンリッチを倒してました。あ、なるほど。これは記載が持てる。カラーもピンク色で被っている。これはピンク色の格付け決定ですね。そうね、まあ負けちゃっても今乗りに乗っているあのイザナミ機械がね。やめてもらいます。それ安心感。そう。カラオケ。やめてもらいます。さあ画面端、なぜかフェンリッチ戦は画面端に行くのが早い。バースを使って切り返している。さあ立ち回り、さすがにライチともなると立ち回り陣に行けそうなもんなんですが、さあこの5方のプレッシャー、お、え、中央でも伸びますね。状況を取って2500。さあ固めている、当たりませんでしたね。さあ飛びが通って画面端に戻ってくる、あ、中央ですね。あ、もうどうやって殺そうか考えてる。さあ、なぶり殺しをおしゃれなものを選択していく。いや、あの、なんか双葉さんが笑ってるのにちょっとムカつくな。あ、本当なら 3C で拾うとフェンリッチのフォロワー、テルリッチが何か言っていますね。危なーい。おお、おい、おい、おい、やる、いいゲームで、素晴らしい、素晴らしい伸びを2ビで買っていますね。さあ大地の橋攻めは苛烈、フェンリッチ死んでも厳しい。さあ恐怖のセットプレイからフェンリッチ逃げることができるのか。できた、まあまだ勝利点一発ですんで。さあそしてこっからの巻き返しが怖い男、なぜかゴビーが当たってしまう。そしてフェンリッチを、フェンリッチを見てください。あーっと、オーディ点滅、アクティブフローも入っている。これは厳しい、指導によっては死んでしまう。あー、バーストしないと怖いですね。そうですね、繋がっている。これは少なくともバースト共有できそう。さあフェンリッチ、あー、バースト使いましたね。さあこれでコーナーを倒しきれればかなり大きいんですが、この判断、昇竜拳から完璧なルート。さあそして満を持して登場。え、僕座っててよくないですかここで。代わりに天地さん呼んできて。ガトーネキが許さない。はい、あれコメントがつかないな。今のイケメン誰、素敵なメガネしてるんだねとか、そういう、あ、ない、ない、あー、おかしいな。画面内に逃げ場がない、ないですね。かっこいい。あ、これはフェンリッチですね。あ、現れました、アテナ三大ブレイブルプレイヤーイケメン両替をしています。アテナ三大 BB プレイヤー、イケメン BB プレイヤー。ああ間違いなくイケメンですよ。あれ2台。はい、行きましょう。おおおおおおお、やめてやめてやめて。さあ今乗りに乗っている男、おお、カウンターしたので拾える。レッヒョウ小説、あー凍ってる。バースト吐く、まだ諦めていない。対空ができなくてここは殺しに行く。あー、さあみじん切り、まずはフェニッチ。アバロン埋まってそうだ。いやいや、モスラ出てけえへんから。お、さあフェニッチが多分今調子に乗ってます。あー、テッチワンがやられている。テッチワンでもまだ酸欠あるから。キューちゃん、キューちゃん、お願いがあるんだ。決勝戦だけ実況してあげてくんない？
決勝戦だけありがとう。君のソウルフレンドが出るから。あー、そしてさあ、フェンリッチリーチなもののまだある。あー、枯れない、逃げられる、助けて。あ、あーもう仕方がない。というわけで勝ったのはフェンリッチ。あ、フェンリッチ陣がやってきましたが、なるほど、何クソと言わんばかりに出てくるのは大将フェンリッチ、仲間二人の傷をここで返す。フェンリッチなんでこんな名前なんですか。え、なんでこんな二葉さん、二葉さんフェンリッチにまで怒られてるようじゃもうおしまいですよそれ。いやでもあれは確かにね、人類なら怒っていいよ。あとはこれはゴシー差し込みからの見事にオーバードライブを決めていきます。さあクラッシュトリガーからの、あ、クラッシュトリガーですか。多分あれはオーバードライブの時間を間違えたのかな。さあめちゃくちゃ怒っているフェンリッチですが、こんなに怒ってるのは初めて見た。さあこれは、お、投げですか。さあなんでだよと投げ返されているのはゴータラクナ。さあここは画面端に叩きつつ叩き落としていた陣使いのフェンリッチですが、これはオーバードライブをしているが、そこは冷静に対処していく。だから今回コンボが何、さあしっかりとコンボミスも護衛で対処していく。まあ、ブレイブル特有の行動といえば行動なのかもしれませんね。もうギルディでそれやったらね、あのエルフェルトというキャラクターに上から潰されたの。お、これはさあ2300ダメージ、なかなかいいダメージが出ますね。さあここはジャンシーカウンターヒットからしっかり 3C につないでいく。ここは投げ抜けが、さあ何かが化けたのか。ここはバスがついており、ここは画面端を横のフェンリッチですが、さあここは 6A からしっかりと確認ダビか、アンソンにはできないだろうこれと言わんばかりの。そして下に飛翔剣を入れていましたね今。はは、さあ見事に勝利をつかんだジンフェンリッチですが、ここで現れたのは2人のポロピッチョ。このチームいいのかな、なんでお前2回出てんのという気持ちもありますが、まあいいでしょう。さあつまりこれはあれですね、1戦目はポロピッチョの荒くねが出てくるんでしょうか。さあ緊迫した空気が流れております。おっと白面ですね。さあ仕組みがちょっとよく、あ、なるほど、よくわかりませんが、仕組みがちょっとわかりませんが、まあポロピッチョが選んだということは間違いのないキャラ選択ということでしょう、おそらく。さあ英雄対決といったところでしょうか。ゴーさんちょっとごめんなさいね。さあおっと開幕特使、ここは景気づけ。さあジャンビーカウンターヒットを確認して、ここはゴシーでしっかりと拾おうとしましたが、少しだけ判断が遅れたか。ここはゴエジャンプキャンセルからジャンニシーを通していく。そしてヒザンセン、おっとこれは、さあここはゴエゴエ、なるほど、おっとここは投げ、息もつかせぬ圧倒的な攻めがボラピッチを襲っていくが、さあどのように切り返していくのか、このまま攻め切ることができるのか。おっとこれはなんか浮いてますね、なぜか知らんが。おっとこれはちょっと左にしてしまったが、ここはレンカからオーバードライブをしっかり決めていく。さあこのコンボ判断がボラピッチの強みといったところでしょうか。そのまま落ちていきます、5500ダメージ。さあこのダメージさすが出たところでしょうか。うっ、前転からここ非連装で裏回り最大ダメージを入れていく、ひよく月面。さあしっかりと判断ができていましたが、前転を通した後に即昇竜拳を打つというプレーですか。やはり身長が時には大胆といったところでしょうかね。さあここは6円対空、非常にうまい先置きでしたね。完全に空茶師が、なんか飛んでくるのをしっかりと読んでいた。おーっとこれは当て投げだが、大喜のように安いですね。これはさあ丁寧な攻めて、これがポロピッチの強み。これは画面端にて、さあ少しゴンボ見せてしまったが、ここのケアも完璧、しっかりと画面端から抜け出していきます。さあジャンミーを差し込み、このまま吹き飛ばし立ち回り戻していく、あくまで丁寧なポロピッチョ。さあ和を感じます。ここはフェンリッチ1本取られていくが、なんか文句あんの。さあさあアンソンがこっちにガンくれていたのでちょっと牽制しておきました。これは6円もしっかり立っている。
そしてその有利フレームを生かし前歩きで読み合いに持っていきましたね。さすがというべきでしょうか。フレームをしっかり分かっているお互いだからこそ成立する行動といったところでしょうか。さあここはゴシを出していき 6A をここは食らわせていく。さあグレンでしっかり切り返していく。飛翔剣の後の状況も完璧に把握しており、ここは当て投げですが、フェンリッチここは仕込まない男なので普通抜けていきました。だがここは対空指導、いいダメージ。ここは吹き飛ばして立ち回り戻っていきます。さあどうなることでしょうか。おっとここ三振鋭い差し込みですが、ここは下段タグ。さあ少し距離が離れていたのでエリアルも移行しきれなかった感じでしょうか。ここはグレンからのいいダメージとは呼び難いですが、しっかり状況を作っていく。さあ4周からのここはさああれは奇襲でしょうか。何かが楽しい潰されて 6A で補正を切りながらもオーバードライブで相手のバーストを完璧に計算し、このままなんか、あれで締めて素晴らしい。ここはフェンリッチポロピッチョ1人倒していきました。お前そんなに下まで勝ちたいのかと。ポロピッチョ罵声を浴びせていくが、さすがのフェンリッチもにこやかにうなずくばかり。かなり追い詰められていたのは間違いないですね。さすがポロピッチョ、そしてさすがフェンリッチといったところでしょうか。さあここに来て大将ポロピッチョ、なぜお前2人いるの。さあ仕組みが分かりませんが、それなら俺もレリウストないんで出てもよかったのでは。さあ読み合いの海と言わんばかりの液体のキャラクターが出てきました。さあ宗家筆頭と名ばかり、この鬼のようなセットプレーを詰めた男ポロピッチョ荒くね。こういうキャラクターにね、さすがのフェンリッチも1引かれる可能性はね非常に高いので、白面も怖いですが荒くねも怖いというところでしょうか。だがそんな恐怖心を感じさせない開幕投げ、このまま飛山戦決まった。そして6へと補助を切っていき、ここはバストを共有していく。流れとしては完璧ではないでしょうか。だが今の 3C 細かく見えますが、 3C からもしっかりガードガードにからね、しっかり飛翔剣を入れていくというこの、まあ、上級者特有の丁寧な状況判断。さあ6へもしっかり立っている。だが今のは読み合いの果てにバーストを打っていきますか。だからフェンリッチはここでラピカンを使っていなかったので、さあ 3O の大会に1人はいるとやはり頼れる荒くねですが、さあ空洞を通していく。ここはラピキャンゲージを温存していた。このまま このまま決まるのか。ジャン・ニシーの熱波狩りは荒くねには当たらないでしょうか。ニシーしっかり投げ暴れ。さあ少し展開が慌てんぼうになってしまいましたが、ここは冷静に対処していくのはフェンリッチ陣でした。さあリーチをかけられてしまいましたが、ポロピッチョもここで終わる男ではないと。何クソと攻める。後ろにいますね。後ろにいますがどうなるのか。ステップからの後ろステップ。さあ固められている無限に続くかと思われたこの固めですが、ポロピッチョはしっかりとバックスに割り込んでいる。だがその後のジャンプをしっかり刈り取っているのがフェンリッチ。おーと今日はフェンリッチゴンボルというのが悪いですね。これは荒くね戦だ、致命的と言えるダメージになるでしょう。おーっと後ろに回るかと思いきや前に来たが、それでもフェンリッチはガードして昇竜拳も決め込んでいく。さあ5シード目、いやらしい連携ですね。さあこれはジャンビークータイク怒涛の攻めが続きますが、これピッチ、うわここでゼロメコソル、すごいですね今の判断は神がかり。さあこれはさあ上空切りによりフェンリッチも浮かずに動けないと言わんばかりの動いていますね。かなり浮かずにジャンプしたところで、だが楽園が溜まりきってなければこっちのもんだと言わんばかりの、さあ怒涛の攻め、うわお前マジか。さあ荒くねらしいといったところでしょうか。この攻防熱波により補正上げるので、ここはちょっとバースト読んでしまったが 6A が入りました。さあお互い微妙な状況になってしまいましたが、こういう状況のフェンリッチは怖いですよね。うわ歩いていましたが、ここはバーストを読み見事に回避。だがここはバーストを食らってしまう。さあ F マル G ですが、まだ使えんの君。さあこれは裏回り、裏回りからの、おここは 6B が漏れ。さあタイムも非常に危なかったですが、たった1本の雲の糸を掴むかのようなポロピッチョの根性により1本取り返していくのはポロピッチョ。さあファイナルラウンドとなるのでしょうか。なるよな、そらなるよ。さあこれは
ここはダウンを奪っていくフェンリッチ。さあ少し厳しい状況か。このまま直前ガードの鬼と化しているポロビッチですが、必勝剣の強い番から逃げていく。だがそこも俺の狩り場立てと言わんばかりのフェンリッチ、先を見せて場所がこのまま3C から3C で返していく。だが少しキャンセルができなかったが、慌てんぼうですね。さあこれは直が空中直が、このままフェンリッチを攻め切りたいところですが、ポロピッチョもワンミスさえ狙えばこっちのもんだぜと言わんばかりの歩いて、うお危ないですがしっかりガード化できている。すごい硬直のなさですね。さあ 2D でシコシコゲージを溜めていく。うわこのままどうなるか。三シックがバーストを打っていく、当てていくが前転を通してしまい、ポロピッチョ惜しくも敗れてしまいました。お疲れ様でした。さあ優勝したのはフェンリッチ率いているようなものと言わんばかりの